はい、おはようございます。マスタートです。今日は、2020年、4月の12日、日曜日、死の日、イースターですね。はい、今日の御言葉といたします。詩編の12編の8節、人の子の間で卑しいことが崇められている時には、悪者が至るところで横行します。詩編12編の8節、新聞を開いて明るいニュースと暗いニュースを色で塗り分けて見るとしたらどんな割合になるでしょうか。世界中に戦争や犯罪、さまざまな悪があふれ、人間の欲深さがむき出しになっています。しかもそれが当たり前のようになっているのです。人々に主の帰り身を心から祈りましょう。今日の祈り、主を暗いこの世をご覧ください。罪の中にある人や苦しんでいる人々を帰り見てください。はい、今日の御言葉です。素敵なカードですね。はい、で、裏のコメントです。はい、お祈りいたします。天の父なる神様、今日も一日、主と共に歩むもの、過ごすものとなさせてください。この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、失礼します。マスタートです。今日は、外はちょっとずっと朝から雨が降ってますね。昨日夕方かな。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私も家で過ごしてますけど、はい、皆さん健康には留意して、頑張っていきましょうね。はい、また月曜日のにお会いいたしましょう。See you again. Let's passion please you. はい、失礼しました。